可愛い子発見ありがとう、ブザビートありがとう、おはよう、おはよう、可愛い子発見ありがとう、おはちゃん朝から可愛いちゃん見っけてありがとう、おはよう、可愛い子発見ありがとうございます、おはようございます、おはちゅんです、いやいや、おはよう、おはよう、会いたかったよ、配信ありがとうって、あ、こちらこそです、ありがとうございます、ね、かわいい子発見ありがとう、おはモーニングですね、土曜日がやってきたよってね、土曜日嬉しい、おはようございます、ね、ちょっと今日寝癖がやばいです、新潟晴天ねえ、あれでしょう、なんか昨日さ雨がなんかどこだっけ、雨すごくてなんか新幹線止まったみたいなことも聞きました、ウェザービートありがとう、おはよう、マジで可愛いんだかって、ありがとうございます。ね、可愛い子発見ありがとう。明日念願の公演楽しみって、ね、明日ね、休日パーティーね、久しぶりに嬉しいですね。1時間目来ましたが学生が誰もいません。はるちゃんだけですって、あれは、え、私が学生だね、なんでだろう、それは1時間目ないの、沼にはまりに来ましたって、ありがとう、関東東海地方が大変みたいねってね、あ、らしいですね、あ、東海道があれですか、止まってたんだっけ、なんかやばいらしいですね、あ、今も止まってるの、知らなかった、それは、おはよう、ブザビートありがとう、かわいく発見ありがとう、ブザビートありがとう、沼にはまりに来ましたってありがとう、あ、カラスが、カラス鳴いてる、え、カラスは元気ですね、おはようドタイプの人ってありがとう、おはよう、来てくださってありがとうございます、明日は仕事終えてから夜公園行くよって、 ありがとう、楽しみに待ってます、おはようってありがとう、おはようね、昨日夢に出てきましたよって、あ、嘘、ありがとう、嬉しいですね、私久しぶりのパーティー参加しますってありがとうございますね、多分なんか皆さん久しぶりの方が多いかもしれないね、ね、どうなんだろう、雨、なんか天気予報を見る限りめっちゃすごいらしいね、千葉も、ちょっと天気予報頼りに、なんか激しい雨って書いてある、でもなんか新潟の方が寒いんだけど雨降ってるで、新潟の方が寒いらしい、なんや、明日2億年ぶりに会いに行きます、え、これ巣ですか、これね、巣だったら嬉しいですね、可愛い子発見ありがとう、昨日のメイクめっちゃ綺麗だった、惚れましたって、ありがとう、なんか久しぶりにメイクしたらさ、なんかさ、なんだろう、なんかめっちゃなんかすごい変わったなって思った、なんか全然いつものメイクなんだけど
びっくりした。なんかちょっと変わってた。ねえ、おはよう。これから幕張イオンに行くんだけど雨だねって。ねえ、雨、雨らしい。一昨日メールしたけど明日半年ぶりにパーティー入りますねって。ありがとう、楽しみに待ってます。はるちゃんおはよう。おはよう、ブザビートありがとう。生誕って着るか着ないか悩んでますって。悩んでるなら着た方がいいんじゃないですか。で、新潟寒いですね。ちょっとなんかいつもなんかちょっと半袖着てたんですけど家でも、でもなんか今日起きた瞬間から寒くてちょっとね急いで長袖を出してきた。でも今日ねすごいね驚いたことに、あの配信前にいつも5分2分前に起きて配信するじゃないですか、はるちゃんは。でも今日は20分前に起きて、あ、偉いぞはるかって思ったら、あの 寝落ちしてた。あの動いて、あの洋服着替えたら寝落ちしてた。寝落ちしてた。偉くなかったね。なんか昨日は全然なんか夜遅くまであって、それでなんか寝た時間がちょっと遅くて眠い。すごいね。ブザービートありがとう。新潟、あ、へい、はるちゃん、明日の新潟の明日の天気は、超晴れますね。わかんない、晴れだと信じてる。可愛い子発見ありがとう。で、前髪を開けると雰囲気違ってまた可愛いって、ありがとう。ね、あのあれはセットする前の髪だったのでちょっと前髪なしで撮ってみたらめっちゃなんかメンバーから好評でした。なんか前髪流してたらメンバーから好評で、すごい嬉しい。南川だったね。ブザミットありがとう。明日曇りのち晴れなの。あ、超晴れじゃなかった、25度。あ、じゃあでもいい感じの天気じゃないでしょうか。皆さんが好きそうな天気。でもまた起きれたから偉いぞって。え、だよね、すごいと思う、はるちゃん。ブザービートありがとう。ね、安定の二度寝ですよ。ね、可愛い子発見ありがとう。ブザービートありがとう。ミカナ推しって大きく書かれた T シャツ着てたら新幹線で外国人に写真撮られましたって。え、なんだよ。ね、珍しいから撮られたんじゃないでしょうか、多分。うん、ね、いいね。超晴れねって、参考にしますって。ね、ちょっと参考にしてみてください。ね、いけるかな、参考になるのかな。久々にね二度寝したけど気持ちいいよねって。ね、私あのちょっとしか二度寝できてないんだけど、10分間ぐらいしか二度寝できてないけど、めちゃめちゃあのよかった。二度寝最高だって思いながら寝てた。ね、朝ごはんまだですね。ブザビタありがとう。ね、今日の朝ごはん何食べようかな、この配信終わったら食べようかなって思います。ブザビタありがとう。おはよう、やっほー皆さん。はあ、会いたいって。ね、早く会いたい、待ってます。
可愛い子発見ありがとう。沼にはまりに来ました、ありがとう。俺いつも起きる5分前にアラームかけてわざと二度寝するようにしてるって。え、はるちゃんもね同じなんだよそれ。なんかえ、わかんない、共感してもらえるかどうかわかんないけど、なんか起きる、本当に起きる30分前ぐらいにも目覚ましかけて、それで何、二度寝した方がなんか寝たなっていう感じがするんですよ、はるちゃんの体。だからわざと二度寝するように設定してあるんですよ。なんだろう、一回さ30分前に起きて、あ、まだ寝れるじゃんっていう何快感を味わって寝るっていうのが、なんかちょっと今最近というかずっとハマってまして、ちょっとなんかね、友達に共感されてな、されなかったんですけど、こういう話は。でもつい最近ね、なんか共感してくれる相棒に会いまして、でその共感してくれる子がスイズのなつきちゃんだったんですよね。嬉しいよね、なんか共感友達がいた。可愛い子発見ありがとうね。夜中、あ、でも夜中何回も起きますね、はるちゃん。なんかいっぺんに寝れない、なんだろう、本当に眠い時はいっぺんに寝れるんだけどね、夜中に起きちゃいますね、たくさん。おはよう、おはよう、ブザビタありがとう、ヤッホーってありがとう、おはよう、可愛い子発見ありがとう、お疲れ様でしたってありがとう、おはようございますね。同じですって、あ、同じの方いたよ、ありがとう、嬉しい。なんか嬉しいですね。ねえ、30分良さそうだから試してみようかなってね。結構なんかはるちゃん的にはそっちの方が好きですけど、でもなんか体質にもよるので、もしこれやってみてちょっと寝足りないとかなんかそういう感じのがあったら、すぐにやめた方がいいですね。全然わからん、ね、仕事の時は早めに職場行って車で二度寝してるよって。あ、そうなのね。でもなんかはるちゃんもたまになんかそうしてた、なんか学校行く時にさ、なんかわかんないけど学校早めに行ってなんか寝てた時もありましたね。なんか不思議な感じだよね。なんでそうやってたのかは未だに謎です。ね、おはよう、来てくださってありがとうございます、おはよう。ね、はるちゃんを嫉妬して目覚ましのかけ方も真似しないとだなって。いや、全然真似しなくて全然大丈夫だよ。体質でさ、もしこれがなんか合わなかったらさ、何、ちょっと大変だから。二度寝ができない方とかいるじゃないですか。一回起きたら一回起きたらさ、寝れない方とかいるじゃないですか。でそういう方はちょっとやめといた方がいいかもですね。はるちゃんはなんかいくらでも寝れるので、いや、そんなでもないけどね。だからちょっと体質がちょっとね、二度寝できる体質ならそれはいいかもしれない。ね、スイスイのこういう趣味、交渉分かんねえ、寝ること、ね、スイスイ寝ること趣味なの、うん、そうなの、知らなかった。可愛く発見ありがとう。
ね、あ、そう、私もそう、そうなの。だから5分は嫌なの。5分だとさ、あっという間すぎてさ、なんかちょっとなんかムカムカするからさ、ね、めっちゃ嫌だから。でもはるちゃんなんか、でもなんかおしゃべり会とかさ、何そういうさ、なんかイベントの時あるじゃん。あれはあの2時間前とか3時間前に起きて、1時間ぐらい寝お、1時間くらい二度寝してから、おし、準備してる。朝のなんかちょっとようわからんよね。ね、夜勤明けで寝てたのになぜ目が覚めたのだろうって。起こしてしまいました私ね。お疲れ様です、来てくださってありがとうございます。おはよう。いや、はるかちゃんね、授業中ね、中学校の頃はめっちゃ寝てたんだよ。めっちゃではないな、中学校の時はコクンコクンやりながら寝て、寝そうになってコクンコクンずっとしてて、友達に起こされてたタイプなんだけど、ね、でもなんか高校入ってなんか怒られる、怒られるじゃない、なんか寝ちゃうとさ当てられるタイプのさ学校だったのでさ、ね、寝るのを頑張って防いでた時期がありますね。頑張ってた、ね、あ、はるちゃんコールね聞こえましたね、公園で。かわいい子発見ありがとう。おはよう。起きてすぐ職場っていうのがいいのよって。家で二度寝は遅刻の危険があるからさって。あ、なるほど。でも私起きてすぐに学校はちょっと無理だな。あ、でも中学校の時さ、はるちゃんさ起きて10分で学校行ってた時ありますね。それか1時間じゃあ2時間くらい前かなに起きて、で制服とか全部着てから布団に入って時間まで寝るということをやってました。すぐに準備を終わらせて制服のまま布団に入って仮眠して仮眠してから学校行ってた。もうだから制服のスカートはちょっとシワになりそう、なる、なんかみんなより早くシワになるからアイロンをかけてた。毎回アイロンしてもらってた、ママチュンに。もう布団入らないでよって言われながら制服のスカートねずっとアイロンかけてもらってたんですよ。でもはるちゃんは家に帰って制服脱ぐのも嫌なので、その制服のままこたつに入って寝てたりもしてた。もう怒られまくってた。もうずっと怒られてたんですけど、ちょっと学ばない南川です、ね、ちょっと制服脱ぐのめんどくさくないですか。なんか着替えるのがめんどくさかったんですよね、その時。ムザビタありがとう、目覚ましで起きたらもう寝れないの。あ、すごいね、すごい体質だ。憧れる。それが5時まで配信付き合ってて7時に起きたって。2時間ね。じゃあこの配信終わったら寝ようかね、超特殊な訓練受けてるからね。そう、2時間前に起きて1時間二度寝するのよく分からなくなったって。え、そう、2時間前に起きてね、あー、もっと寝れる、もっと寝れるってなって、嬉しくなるじゃないですか。だから1時間また寝るんですよ。そう、
でも3時間前に起きて2時間あの二度寝とかもある。もうよくわかんない、私なんか変な時間に目覚ましかける癖があるんですよね。ね、おはようブザビタありがとう、ね、今朝の推薦もおまめ趣味の話してて自己紹介するときの趣味は寝ることにしてるって書いてたちゅんよ。あ、そうなの。はるちゃんは自己紹介するとき趣味はゲームですって言ってる。あのね、なんか高校1年生の時なんですけど、なんか自己紹介あって、なんかみんなの前でする自己紹介があって、なんか私名前的にも一番あの最後らへんじゃないですか、みだから。だからあのみんなの自己紹介を順番に聞いてたんですけど、みんなあのクラス35人だっけ、37人、いや40人、いやまあそのぐらいって、あの半分以上があの趣味はゲームですって言ってて、もう誰が誰だか分かんなくて、もうクラスの子の覚えられなかったっていう事件がありました。ダメだねそれは。ね、半分以上がなんか男の子も女の子もみんななんか趣味はゲームですって言いまくっててさ、多分みんな趣味見つからなかったんだろうね。趣味はゲームですでなんかみんな終わらせててさ、もう誰が誰だか分かんなかった、ね、多分私も分かられてないけどさ、ね、あ冬にやってた、ありがとう。公演 MC でなっちゃんが言ってみた、あ言ってた、半目ずつ寝る技やってみたいって。私あれ絶対できない、あ私ウィンクできないから無理だね、片目でできないわ。あ帰った後のそれはよくわかるってね、制服ねめんどくさいよね。はるちゃんつわものでしょ、布団に入っちゃうっていう。だからあの毛布のなんかちょっとさほこりとかなんかいろんなのがついちゃうんですよ。ちょっと血管前あ元の時間より早起きしてるんですよ。そうなの、そうなんですよ。だからなんか公園の日とかもなんか一人で1時間前2時間前とかなんかいろんなさ時間に起きててさ、なんかもう早起き人間になってます。ブザビットありがとう、ハチョリーズて可愛い子発見ありがとう。え今日めっちゃなんかって言うよね、わかる、はるちゃんも思ってた。でもあの眠すぎて頭回ってない今だから考えるためになんかって言ってる、考える時間ですこれが。うん、ゲームそんなにしない人も混ざってそうって、確かにそう思います。いろんな人がゲームって言ってるから合わせた説もありますよね。ちなみに私はあのゲームするけど、あのゲームって言わない方がいいかなって思いながらずっと自己紹介の分考えてたけど思いつかなくて、あの趣味はゲームですって言いました。やっぱりなんかいきなり趣味聞かれても思いつかなかった。ワイの兄が言うには200人ぐらい見返れば顔と名前覚えられるぞだとって、なんか覚えられるけどさ
覚えられないんですよ。覚えられるけど覚えられない。ちんちん配信終わったら寝るのって、いや分かんないです。ちょっと仮眠するかも、1時間ぐらい。今日は何もないのでちょっとだけ仮眠。おはよう、そろそろ劇場向かいますって。また寝て、また来てね、ありがとう、楽しんでね。今日はなっちゃんが出る日ですね、3期ではリバイバル公演ね。頑張ってね、なっちゃん、連絡しとこ。頑張ってね、なっちゃん。先輩たちと多分一緒にいるかもしれないけど、ボイスメッセージを送っときました。聞けるのかな、どうだろう。いつものミシヒロ中って、ミシヒロいいね、頑張ってね。最後の方だと考える余裕あるけどネタもなくなるねって。そうなんだよ、そうなの、ネタがない、ネタがなくなるというのがね、自己紹介嫌なんですよ。でも中学校だったっけな、あの中学校の時かなに、なんか誕生日順になって、俺これはあの出席番号変わるんじゃないって思ったけど、ね、誕生日12月だったからね、それも最後の方だったからもう無理だった。名前順も誕生日順も全部もう後ろの方だった。なんでやねんって思いましたね。どうしたら前に行けるんでしょうか、はるちゃんは。なんか眼科検診とかさ、歯科検診とかさ、あの身体測定とか全部名前順じゃないですか、あれあれ待つの嫌なんだよ、ね、みんなあの早く終わった人からさ自習してるじゃないですか、ああいうのって。なんでずっと待ってないといけないんだよってもうずっと思ってた、今までの学生生活のもうずっと思ってた。私なんでこれずっと待ってないといけないんですかって。自習したいって思ってた。はい、もう頑張ります、頑張りますですね。仮眠とマジ寝は違いますよ。マジ寝は十何時間寝ちゃいます。仮眠は 5時間ぐらい。自己紹介で趣味は音楽鑑賞って言ったら、先生からいろいろ聞かれて大変だった経験あるらしいっちゅうよって。わかるね、ね、なんか音楽鑑賞とかなんか映画鑑賞とかなんかいろんなさ話、あのちょっと自己紹介とかでさこう出すとさ、どういう映画見るのとか、どういう音楽聞くのとかさ、いろいろ深掘りされるのが嫌すぎて、趣味はゲームですって言ったんですけど、言ってるんですけど、でもさ、でもどういうゲームしてるのとか聞かれたら、なんで言わないといけないですかってなっちゃう、はるちゃん。
で親しくない人にさ、私のさ好きなさ何ゲームのさ種類とかさそういうこと言ってもさ興味ないよって言われちゃうかもしれなくて、なんであのそういうさ何なんでそれ聞かれないといけないんだろうって思っちゃう人なんだよね、はるちゃんやばい、なんかひねくれてるわ、ひねくれてるけど、なんかなんでこれ聞かれてるんだろうって思っちゃう。あ、ボイメ送った、ボイメ送りました。あ、みじろね、ちゃんとやりますね、すみませんすみません、なんかねね忘れちゃうんですよ、やんないとやんないとって思ってさ開くじゃん。で戦場に入ってみんなの活躍ぶりを見るんですよ、こうやって。でもなんかみんなさたまにね私が開く時間ね結構なんかやられてるんですよ、相手が相手がやられてて、じゃあちょっと時間経ってからやろうって思って閉じると忘れてしまうんですよ。だから気をつけます、すいません、やりますちゃんと。で、おはよう、え、今回相手ガチなの？え、なんかさそれはちょっとみんなに声掛けしないといけないやつじゃない？なんかすごい、なんか私もこれ負けると、え、ま、え、これ私が負けそう、これね、そう12月だからそう、え、そう背の順、いや背の高い順のさ身体測定さ、でも一番最初の時とかってさ背の高さとかわからないじゃん、だからこそ名前順とかじゃん。だからもう私はもうずっとみんなの様子を待ってた。おはよう。でも昔さ背の順も低かった時、何背の順もなんか中途半端な位置に行ったんですよ、昔真ん中あたりに。だからもう、ね、ようわからんね、はるちゃんの心の叫びです。今日リバイバル出るのそうすいすいちゃんだけなんですよ、だからちょっとはるちゃんボイメ送っときましたね。5時間ガチ寝なの？え、ねえ、なんだよ、ね、そんなことないよ、はるちゃんにとっては。あ、ね、知りたい人にはまあ教えますよ、それはね。私のところに来て「え、何のゲームしてるの？」って言われたらまあ教えますよ。でもなんか全体にね、どうや、なんで教える必要があるんだろうって、なんかちょっとなんかゲーム全然言いたくないんですよ、私このゲームしてますって。なんか私なんか男の子がいる系のゲームを結構やってるので、ね、サバゲーとか、だから女の子あんまりやってないからさ、私だから言いたくないなって思って言わないゲーム。おはよう、沼にはまりに来ました、ありがとう、気まぐれちゅうちゅんです、可愛い子発見ありがとうね。俺が倒せる相手が残ってない時があるって、いやね、私逆になんか上の方が残っちゃってる、上の方がさもう倒されてる時があって、だからこれ待った方がポイント高くなるんじゃないって思って待ってると忘れちゃってるんですよ。だからすみませんって感じですね。でもなんか今回の相手は
全然倒せません、あの私無理ですこれ、なんやこの強い方たち、ね、おはよう、来てくださってありがとうございます、おはよう、おはようございます、お強くて羨ましいって、いや私よりお強い方がいる、ね、おはよう可愛い子発見ありがとう、すっごく可愛い子大発見ってありがとうございます、おはよう、ね、みんな早いね、早起きすぎるみんな、元気やな、ね、あっちゅん姫の推しちゅんね、そう昇格したちゅんよ、おめでとうちゅん、眠いちゅんね、え、みんなさあのこういうさ何朝早く起きてさ何してるんですか、休日出かけてるんですか、お出かけ、え、休日の過ごし方みんな何ですか、ぜひ教えてください、おじさんになると寝てるだけで疲れてしまうのよって、あ、そうなの、大谷さんの試合見てるのいいじゃんね、面白い、それは面白い回答が返ってきた、出かけるか寝るかの二択なの、あ、確かに、ね、私もその二択かも、でもあの 90% 寝れ、あの寝ますね、ハルチューンだったら、ね、でか、あ、ちょこれ読んじゃった、プロ野球観戦なの、あ、そうなの、あ、みんな野球見るの、なるほどね、ね、ハルチューンはあの今までさあの休みの日とかさバスケ見てたんだけどさ、バスケももうシーズン終わってしまって超暇になってしまったんですよ、だからちょっと新しい趣味を探さないとなって思い始めましたね、ちょっとまだね、ちょっと早くシーズン始まらないかなとウキウキで待ってます、はるちゃんは、いや、わかるね、バスケの移籍状況が気が気じゃなくてね、ね、本当にそうなの、なんかわかります、私12時と15時に結構情報を見るんですけど、ね、もう昨日泣いてました、はるちゃん、いや泣いてはないけど、あのお母さんね、お母さんに連絡した、すぐに連絡来たら、あの連絡、あの何、あの情報を見て、昨日はしょんぼりしてました、はるちゅんは、今日在宅だから暇すぎもとって、あ、暇なんの、そうだったの、土曜日も朝からお仕事、いや お仕事頑張ってください、ね、ゲームしたり寝たりしてる、農作業か、買い物 DMM って、あ、いいね、この3本、私もちょっと全部やってみようかな、ね、でも私ん家畑ないからな、ゲームやったりアニメ見たりしながら寝落ちするって、あ、私の最高の一日ですね、私も同じ一日を過ごしてる、 80% お出けけですって、すごっ、 80% もそんなお出かけできちゃうんですか、すごい、おはようちゃんって、おはよう、今の時期田んぼの見回りからの食料の買い出しなの、あ、そうなの、
皆さんすごい休日過ごしてますね。お昼に焼肉を食べに行くってめっちゃいいじゃんね。焼肉いいな、はるちゃんも連れてってほしいね。土日はお知らせ出ないみたいだから、明日は公園楽しんでねってね。こういう情報出るのはなんかちょっとありがたいですね。なんか心がほっとしました。ね、テンションさんが本当にもう悲しいです。私もう一番最初にインタビューさせていただいた選手プラス、あのめっちゃあの加入してさすぐのさ、あの RBBB の何始まってさ、めちゃめちゃあの緊張しててさ、本当にあの一番最初の収録であのめちゃめちゃあの噛んだりいろいろとやってしまったんですけど、めちゃめちゃ優しくてね、すごい優しい方でした ね。平日休みになったらチャート見つつ株取引してるの。おはよう。週末だいたい新潟にいますってね。確かにね、よく見かけますわ新潟にいるところ。すごい、もうほぼ皆さんさあれだよね、なんか新潟にもう住んじゃってるレベルでなんか結構来てくれてありがとうございます、ね、私たちと一緒に新潟来るかみんなで。おはよう。今月は公園におしゃべり会にと、盛りだくさんだからそれでお出かけ割合が増えるって。あ、嬉しいですね。ね、おしゃべり会にみんな来てね、待ってます。今月はですね、スイズなつきちゃんと木本ゆなちゃんの生誕祭も決まりましたので、あの初の生誕祭でもうどうなるのかちょっと、不思議な気持ちですけど、皆さん会いに来てください。待ってます。土日も公園とショールーム見る以外基本的にお仕事してるちゅんよって。あ、そうなの。すごいお忙しいのね。名古屋も京都も来年試合がないのがね。ねえ、そうなんですよね。思い出あるしね。そうなんですよ。なんか私あの小学校の時にずっとね千葉ジェッツさんを応援してたんですけど、小学校の時はさやっぱりなんか全然さあのお別れの季節とかさもうよう分からん状況でさ、なんか人が変わってあの選手が変わっていってたのでね、だからさこうなんか大人になっていくにつれてなんか別れが寂しくなりますね。なんか別れが寂しくなってきますね。ね、そうしみじみちゅんですね。しみじみと感じます。そう。ね、だからもう別れの季節がもう超寂しい本当に。全力応援のタイトルコールと画像のリニューアルしますって、いやそれ私できない。それはね、なんかね、すごい私びっくりしました。いつの間にかそれがあったんですよ。びっくりしたね。これはいつの写真だとかいつの声なんだろうって思ってちょっとびっくりしました。可愛い子発見ありがとう。ね、新潟
ね、近所レベルだよね皆さん。なんかすごいありがとう。あ、珍しい名字ですか私ね、あのよく言われますわ。可愛い子拝見ありがとう。はるちゃん的 MVP の小池選手に推し変するしかって、え、あの今の状況的にはそうなってますね。はるちゃんまだあの2名の選手しか決まってなくて、どうなるんですかね。でも推し選手できるのでしょうか。いや、できますね絶対。はるちゃんだったらもう。ね、しかもさ、あれですよね、あの小池選手もあの開始のキャプテンであのポイントガードだったじゃないですか。私もキャプテンやってあのポイントガードっていうことであの渋田選手を応援してたんですよ。これはもうなんかあれですね、もうキャプテンとポイントガードが合ってればなんかちょっと応援しちゃいたいタイプなんですかね、はるちゃんは。ってなんか最近思ってきた。5月土日になかなかパーティー公演なかったから今月はたくさん会いに行きますって。ありがとう、楽しみに待ってます。うん、夏希ちゃんの生誕祭は当てなきゃってね、ぜひぜひ待ってますね。北川賢治さん、休日リカ姫との思い出噛みしめて、お、何これしてますね。私もちょっと思い出をたくさん作っていけるように頑張ります。よいしょ。ちょっとなんかちょっとめっちゃなんか目にかかりそうな髪の毛ちょっと抜いちゃいました。ダメだよね、簡単に抜いちゃダメだよね。バスケね、短契約多いですね結構。うん、でお腹すいちゃったよ。可愛い子発見ありがとう。あ、はるかちゃん加入しちゃうこれ。いや加入ね、はるかちゃんあのいつの間にかあのマネージャーになってるかもしれない。いや冗談です。それがあの私チアやってるかもしれない、あのアオーレとかで、ね、チアしてるかもしれない。運命やんね。はるかちゃん可愛い子発見ありがとう。おはよう。チームカラーヘッドコーチで変わっちゃうからもうって、どうなるんだろう。ポイントガードってどんなポジションちゅんって、なんか司令塔ってなんか言われてて、あのボールを何ボールなんだろう、何、簡単に言えばボールを操る人ですね。やばい、かっけえ、かっけえ言い方で言うとボールを操る人ね、そんな感じですね。あのまあ、あのコート上であの公式を取る人、なんかね、簡単に言えばそんな感じ。うん、めっちゃ簡単に言っちゃった気がする。めっちゃかっけえ言い方にしちゃったよ、はるちゃんがやってたから。ブザビートありがとう。おはよう。でこの先のはるちゃんビビ収録してないのって。あ、そうなんですよ、ね、はるちゃんビビどうなるんでしょうかね。でもあのまださ、なんか続くという感じなんですけど、でも
この続きはまだ収録してなくてですね、はるちゃんは。だから私もどうなるのかわかんないですね。そしたらチアを見に現場に行きますってありがとうございますね。バスケのマネージャーね、そうなんだよ。アップの時とかかっこよくない？本当にすごいなって思うね。めっちゃなんかかっこいいね。なんかマネージャーがかっこいいなって思います。もうどの部活も、部活というか、ね、マネージャーってすごいなって思うのでさ、憧れですね。めっちゃいいねって、かわいいよね。チアの方めっちゃかわいい、ね、あ、そうですね、千葉公演の時ね呼ばれましたね。全体のボールの動き操るってことってあー、そう、まあまあそんなそんな感じまあまあそんな感じやばい、なんかみんな面白い、ね、ちょっとかっこよく言っちゃった ね。司令塔ですね。なんか指示するみたいな。そうですね、ほぼキャプテンがさ、ポイントガードでやってるイメージです。そうね、キャプテンがやってるイメージ、はるちゃん的にはね。おはよう。ラグビーで言うスタンドオフですかって、え、待って、わかんない、それがそっちがわかんない。ちょっと待って、私調べるね。じゃあスタンドオフって何や。ボール操らん人もいるんで、いや、そう、あの、まあそんなボールまあそうですかね、操らん人もいるかもしれないですね。待って、スタンドオフさん、ちょっと待ってください。ね、このスタンドオフさんってこれ何、これわかんないよ。あ、これかもしれないね。そう、攻撃のさ、組み立ての中心となるプレイヤーって、あ、これかもしれないね。おはよう。ね、今のところあの継続ですね、はるちゃん。そうですね、ひょっとしたらって思ってた。いや、私はまだ継続とは聞いたけど、ね、変なバスケの知識植え付けられてるってね、大げさに。でも大げさに言ったらさ、あれじゃないですか、なんかちょっと合ってるかも、あのボール操る人ね、コート上で指揮を取るキャプテンならキャプテンが推し中よねって。確かに確かに、そういうことかもしれない。キャプテンになってる。おはよう。チュンはね、チュンはあの人を操ることできる。調べたけどポイントガードのポイントは得点のことではないのねって。あ、そうなんですよ。そう、C
しれっとしれっとって、もうそれなんかダジャレですか、それ合ってる？じゃあ NCT の次期キャプテンはチュンヒメで決まりってことちゅんねって、やばいやばい、多分あのチーム崩壊してしまいます、私がキャプテンになったら。おはるちゅんです、可愛い子発見ありがとう、おはよう。なんかパスを回したり、何、自分からシュートを狙ったり、なんか難しい役割ですね、ポイントガード、ね、ボールを運ばないといけない役目なんですよ。それで何、そうで1対1とかの時にさ、ね、ちょっとめんどくさいんだよポイントガードって。私ポイントガード苦手だったけど、なんかいつの間にかできてた人。あ、55分、早っ、もう終わりの時間だ。沼にはまりに来ました、ありがとう。バスケのガード、ポイントガード、シューティングガードの違いが分かんないって。ポイントガードはですね、普通に何、指揮を取ってフォーメーションのさ指示とか出したり、あのコート上で、でパスを回したり、なんかボールを運んだりね、いろいろとね、何、頭を使うところなんですよ。シューティングガードはガンガンボールをもらいに行ってシュートを狙うタイプの、何、そういう感じですかね。まあ簡単に言えばそういう感じです詳しくはこちら検索冗談ないです、僕は操られてるのかってそうですね、操っちゃってます、みんな操っちゃってる、ね、あ、そう、攻撃の時にそう指でサインしてる、そう、なんかさ、よくさ、なんかたまにさ、なんかこれはまあ1本とかの1かもしれないけど、なんかちょっとさ、なんかいろいろと指示する時あるじゃないですか、ちゃんとこう こっち行けこっち行けみたいな、いやそういうわかんないまあそのなんかプレーによって違うんですけど、なんかこっち行けこっち行け、もうやばい、もう笑っちゃうんだけど、もうやばい、私もう語彙力なさすぎて説明がもう無理だ、もう無理だもう説明難しい、もうね、難しいですね、語彙力なさすぎてもう説明が無理だね。そう、チュンチュンキャプテンになったらバスケチームになっちゃうのでは、確かに私バスケ、いやバスケ、まあバスケとなんかそういうキャプテンって違うから私には向いてなさそう。ムザミタありがとう、おはよう、かわいい子発見ありがとう。そうポイントガードね、試合コントロールしないといけないんですよ、そう終わっちゃうんだよねえ。よくわかりましたってありがとう、ちょっともう語彙力なさすぎてごめんね。ガードってつくからわかりにくいのかもって、確かに、試合見てて思うんだけど、シュートに行く時4本以上歩いてるように見える時あるけど気のせいって、それ気のせいかもしれないけど、でもたまにさ、まあ誤審もありますよね、審判が見てない時もありますよね、なんかたまになんかほぼなんか
歩いてるよねっていうさ、なんかたまになんかあるけど、でもなんか、あ、4歩だったらわかんないわ。なんか3歩に見える時あるじゃん、それはなんかゼロステップなんですよ。なんかでも4歩以上か、4歩以上ってもうラグビーになっちゃうんじゃないっていうレベルじゃん。4歩以上か、それは何だろう。わかんない、4歩以上はわかんないわ。はるちゃん、ね、ラグビーになっちゃう。ジャンプ力1メートルぐらいだけど、はっちゅん、わかんない、どうなんだろう、私どのぐらい。ボールを運ぶのは野球で言うならピッチャーちゅんって、あ、そんな感じ、そんな感じですね。多分ピッチャーが一番そういう感じかもしれない。こっち行けこらーって言うんで、そんな口悪くないけどね。あの、私があのポイントガードだった時は、あのみんなあの何、あの後輩とかちょっとわからない、ルールがわからない時がある。あのルールがわからないというか、なんかたまにさ初心者なこというかなんかいるじゃないですか。だから私はわかりやすくコート上でなんかちょっと広がってとか、なんかそういう優しい指導をしてました、あの練習の時に。で、私は優しく指導してあげましたね。こう広がってとか、ここボールもらいに来てとか、なんかすごい優しい女の子になってたよ、はるちゃんは。多分ムザビートありがとうね、私直感で動かすタイプ。明日劇場で会いましょうねって、ありがとう、嬉しい、こんにちは。こうガッと来てグッと振るんだよ的な指導ね。ちょっと私これ目指そうかなね。そう、ゼロステップかっこいいよね。ね、3本に見えるは分かるんだけどさ、4本以上だったら分かんない、はるちゅん。それはもうトラベリングだ。確かにラグビーだと後ろにボール投げないとね。可愛い子発見ありがとう、ブザビタありがとうね。バスケしてる時の写真ですか。ちょっと今度見つけたら載せますね。じゃあ、ね、多分アルバムの中に入ってると思うので、アルバムちょっと見てみます。素敵なキャプテンだろね、ありがとう、優しく指導ってね。ブラック企業のそれだってね、なんでそんなこと言うの。ウザビートありがとう、こんにちは。そう、素敵なキャプテンをやらせていただいてましたね、はるちゃんは。ね、一生ついてきますって、ありがとう、ね、ついてきてください。それではちょっとランキング読みますね。あ、バレーの監督さんとかね、 iPad を持ってる時ありますよね。でも私のバスケ時代も iPad を持ってた先生が、ソフトボールの時はなんか iPad じゃないけど、なんだろう、なんかあれ持ってた、なんか何、いや、なんかこれやるとさ回覧板に見えてくるな。違う、回覧板じゃない、あのさ、あ、そう、スコアブックです。スコアブック、それの、ね、こうやってやったら回覧板に見えてきた。違う、回覧板じゃないね、デスノートじゃないよ、違う。やばい、デスノートはやばいです。監督が持ってたら怖い。こうなんかもうあれですよね。ちょっと失敗した人の名前を書いちゃうとか、やばいね。回覧板持ってたら笑ってしまう。
可愛く発見ありがとう。ランキング読むと言いながらコメント読むのはもはや伝統芸って、確かにごめんごめん。あのピッチャーをって呪われてる、やばい。こんにちは、最後まで笑わせてくれてありがとうって、こちらこそです。相手の選手がいい子たちがいなくなっちゃうって、やばい、監督ってなっちゃう。あ、 YouTube 見たりしてね。回覧板回さない回さない。あいちゃんかわいいにゃって、ありがとう。交換日記してんのかな、監督同士で。じゃあちょっともうランキング読んでますね。もう10時だ、終わりの時間だね。えまた明日会おうね、待ってます。明日アンコール、アンコールなしよ、アンコール、アンコールね。え今日はごめんピエンだけど終わらせていただきます。それでは、13位からいきます。13位ケイタチュン、ありがとうございます。12位ギバチュン、ありがとうございます。11位ナカジチュン、ありがとうございます。10位ケンジチュン、ありがとうございます。9位ルネアカチュン、ありがとうございます。8位イチローナーバイチュン、ありがとうございます。7位チーボーチュン、ありがとうございます。6位よちくんチュン、ありがとうございます。5位南川ボンヌマチュンチュンチュン、ありがとうございます。4位りょうちゅん、ありがとうございます。3位坂井沼しゅいちちゅん、ありがとうございます。2位ゆきちゃん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルビールバラちゃんです。ありがとうございました。ありがとう、皆さん来てくださって、ね、パチパチもありがとう、ありがとうございます。明日楽しもうな、ありがとう。これバスケのサインかな、これが。楽しもうね、ありがとう、皆さん来てくださってありがとうございますね。二度寝したらまあメールに送りますわ、二度寝しましたって。いや多分起きてられると思って信じてますね。良い一日になるようにって、ありがとう、またね、また明日ね、ありがとう、配信ありがとうね、今日も癒されました、また寝てありがとう。素敵な二度寝をまあしちゃうかもしれないけど、しないように頑張るね。またね、おやすみじゃない、間違えた、違う、またね、バイバイ、楽しもうね。まあみんなおやすみって言うやん、おやすみ